なんない？ねえ、部屋がさ、なんか汚くないですか？あれそうかな？うーわ、あれそうかな？あれなんか汚いよ、ほら。なにここ皆さん見てください。しかもこの辺もめっちゃ汚いです。ちょっとね、映るかな。ちょっとこの辺とかやばいよね、みんな見て。いや、それ捨てるかね、取っとくか迷ってんの。しかもなんか床になんか筆箱落ちてるしさ、向こうになんか落ちてるよ。何あれ、大丈夫？友達からの誕生日プレゼント。ちょっとちゃんとして。友達からの誕生日プレゼント。食べてたんだけどね、食べてたんだけど、ね、気づいたら床に。もう信じられないんだけど。漫画はいいから、ちょっとほらギターもやりっぱなし。終わったら片付けて。そうですね。ほらは見て、メイクはしっぱなし。ちょっと笑い事じゃないからね。ねえ、ちょっと姉さん、はい、片付けよっかお部屋そろそろ。あ、どういう企画？そうです、 LINE ライブとかもさ、みんなさ、ほら、そうだから、お部屋見してとか言われるけど、言われてるんだけど、私これだから汚すぎて見せらんないでしょ。ごめんねって言ってるのね、必ず。だから片付けなよって。買った、買った。もう最近めっちゃ反抗期なんだよね。人が言うこと言うことにさ、逆らってきてさ。ごめんなさい。むかつくわ。ねえ、素直に片付けるってこう可愛く言えばいいじゃん。そうだね。片付けたら？そうだね。ねえ。今日すごい髪型じゃない？すごくない？皆さんこれ決してぐちゃぐちゃなわけじゃなくて。これね、ちゃんとなんかやってるんですよ、一応。一応頑張ったんだけどね。一応これ髪型なんですよ。こういうなんか、こういう髪型なの。なんていうの？こことここでロープ編みして、うん、カチューシャ的なね。カチューシャ的なね、自分の髪でカチューシャ的なのを作ったってこと。そうそうそう。いや、私不器用すぎてこれよ。決してぐちゃぐちゃでボサボサってわけじゃないんで、髪の毛。そうなの。ちゃんとね、外羽根にしてね、うん、ちょっと髪も巻いてね、そう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 、くるって。これよ。どうするの、片付けるんですか、ちゃんと。これさ、私が反抗期になったらママも原因だよね。私うざいでしょ。うざい時もあるよね。最近なんか逆らってくるからさ、言えば倍返しになってくるからね、言うこと。え、そう。そうよ。なんかっていうか、何かしら言ってくるじゃん。それし楽しくコミュニケーション。それが嫌だ。楽しくコミュニケーションを取ってるだけなの。コミュニケーションじゃないじゃん、それ。ただの反発じゃん。反発、ただの反発だよね。ああ言えばこう言うみたいなさ。そう、最近ほんとそう。反抗期ですか？本人に聞く。本人に聞く。いやでも私反抗してる気一切ないよ。そうなの？うん、じゃあ自然にそうなっちゃってるんだね。じゃあママがもっとやっぱ厳しくしないとダメだね。ママを舐めてるってことだよ。ママが言うことに対してすぐこうなんか、え、なんでそうなのみたいな、え、ママってなんとかじゃないとかさ、すぐこう言い返してくるじゃん、いつも。最近絶対素直に、うん、そうだね、分かったとかさ言えないじゃん最近。そうでしょ、分かってるよね、自分が一番言えてないって。ちょっとお腹空いてる。お腹鳴ってんだけどね。え、自分が一番分かってるよね。分かんない。分かんない。嘘、ママによく言われてるからちょっとは分かってるでしょ。あ、けどさっきママ耳遠くなったって聞いたら怒られた。いや、もうしょっちゅう言うんだもん。だってママはさ、周りに今すごいうるさかったの、本当に。外で車のご近所さんが車をブーンって運転してて、それに対して白黒が超ワンワン吠えてて、めっちゃうるさいのに、しーちゃんが上からなんか叫ぶっていうか言ってて、普通に、え、本当に聞こえなかったので、え、何って言ったら、ママって耳遠くなったよねとかなんかすごい言われて、ちょっとそれ腹立ったんだよね。言ってないじゃん。言ったよ。待って、耳遠くなったな的な軽く。いや、いつも言うじゃん最近。そんな言い方じゃなかったよ。ママ耳遠いよねみたいな、なんかすごい
じゃあ今度録音しとくよ、あなたが絶対そうだから、自覚がないだけで。そうなんだ。そうなんですよ。っていうかこれさ、どんな動画、お部屋片付けようっていうさ動画がさ、なんでしーちゃんの反抗期動画になっちゃったんだろうね。ね、本当にね。ただのママとしーちゃんの言い合いじゃんこれ。ね、本当に。いいのこんな動画で、ごめんなさい。ダメですよこれ。ごめんなさい。予想事故だよこんなの。家庭内でやってって感じ、ね。あ。ですね。ですね。えね、聞いてみんな、あのね。赤髪の白焼き姫の24巻まだ変えてないの。いやだから買いに行くんだったらその前にちょっとやることやんなさいっつってんの。見てこのゴミゴミっていうかさ、ねえ、置きっぱなし、やりっぱなし、このテーブルの上も汚いし、ねえ、分かってるよね、うんうん、ギターも片付けて、分かってる？さっき触ってた。え？さっき触ってたギターでしょ。だから触って終わったら片付ければいいじゃん、ね、チューニングがね、うん、できなさい、ね、聞いてる人の話、え、人の話聞いてる、うん、別にギターのチューニングの話とか聞いてないよねママ、うん、片付けたらって言ったの、うん、どう、ちょっと練習してもこれがね、うん、これがね、C コードらしいんだけどね、なんかいい音が全然出なくて困ってんの。なんか押さえる場所が合ってるはずなのにね。うん。まあまあこれからね、習っていくからね。まだわかんないことだらけ。まだ習ってないからね。うん、これからよね。そうだね。パパも練習して弾けるようになりたいって言ってたからね。はい、片付けました。本閉じました。カバーつけます。このカバーね、うん、なんかね、うん、なんかスペックいいっぽいんだけど、カバー、ああカバーね、このあの容器に入れるときには、うん、あのそうそう、木だからってことで。なるほど。まあ一応あるならつけといたら。うん。オッケー。このね、ギターのね、弦入れて、これも入れて、はい。でこの置き場所わかお、まだ決めてなくてさ、うん、どうしようか迷ってるのよね。え、これママがずっと持ってるの。じゃあちょっとお片付け開始かな。そうだね、頑張ろう。あやる気な。危ないから片付けなさい。やめなさい。もうはいはいはいは1回。うるさい。分かったよ。